監督、キャストの皆さんに今一度大きな拍手をお願いします。深川誠二役を演じました城井歩です。お願いします。はい、まあ、ずっとこうやって皆さんに見てもらう機会を待ってたので、今日この日を迎えられて本当に幸せな気持ちでいっぱいですし、こんなにたくさんの方が集まっていただけたので嬉しい限りです。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。お願いします。続きまして、学校ではマスクが手放せず本心を隠して生きる庭茜を演じました熊田凛香さん、ご挨拶お願いします。はい、皆さんこんにちは。庭茜役を演じさせていただきました熊田凛香です。本日はお越しいただき本当にありがとうございます。ついにこの日がやってきたんだなっていうような、もうものすごくこれから先感想とかも出てくるんだなと思うと、とってもドキドキしています。今日はちょっと短い時間なんですけれども、楽しんでいただけたらと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。初めて脚本を読んだ時のお気持ちやストーリー、そしてキャラクターに共感した部分などがあればお聞かせください。城岩さんからお願いします。はい、そうですね、政治はですね、結構まあ、時間が永遠ではないとか、まあ、あと人生一度きりなんだからやりたいことを言いたいことを言ってやった方がいいっていう、結構、まあ、現実的な考え方なんですけど、まあ、僕も、まあ、ここにいる方も分かると思うんですけど、ライブの最後の MC とかでよくこのステージが自分の人生最後のステージになってもいいと思って全力を出し切ってやってますっていうことを言うんですけど、割とそういう、まあ、ちょっと現実的すぎるんですけども、まあ、始まったら終わりがあるとか時間が永遠ではないっていうのは結構政治と考えが似てる部分がありまして、で作品を読んでる中でも政治にすごく共感する部分もたくさんありましたし、なんか自分にすごく親近感があった近い作品だなっていうのを読んで感じましたね、はい、ということは役作りという点では入りやすかったという印象でしょうか。なんかセリフを言うっていうよりかは結構自分が、まあ、普段言わないけど思ってるようなこともたくさんあったりとかして、まあ、演じるっていうよりかそうですね、なんか政治わかるよっていう気持ちでやった部分もめちゃめちゃあったので。なるほど、はい、そういう部分ではなんかすごく近しいキャラクターだなと思いながら、はい、演じましたね、うん、はい、政治に共感しながら演じたということですけれども、はい、熊田さんはいかがでしょうか、はい、キャラクターやストーリーなど。そうですね、私が演じたその茜という役はですね、まあ、過去のある出来事があって、で自分が思っていることをなかなか口に出せなかったりとか、まあ、周りの空気を読んでしまうという役柄だったんですけれども、やっぱり演じながら、まあ、台本とか原作を読ませていただいたときに、なんかすごく学生時代の自分をより思い出したといいますか、やっぱりなんか周りを気にして生活していたなっていうのをなんか感覚的にすごくこう思い出して、まあ、誠司君と一緒だと思うんですけど、なんか私もその茜にとても親近感を感じたと言いますか、なんて言うんですかね、すごく演じながら、うわーなんかあるよねこういう時っていうような風に思いながら演じていました、はい、学生時代はそういう風に周りを気にしてたって今おっしゃってましたけど、今の熊田さんはもう変わったということ。あ、でもこの作品を経て変わったところあるかもしれないです。意外とこれがターニングポイントだったかもしれないです。お、どう変わりましたか。あ、でもなんか撮影をこうしていくうちにやっぱり、まあ、その城岩さんが演じた誠司君の影響もあって、どんどん自分の気持ちを言えるようになってきたりするんですけれども、なんかその過程がやっぱりすごく気持ちよくって、すごくすっきりした瞬間がいっぱいあって、まあ、今もなんかズバッと言えるようになったわけじゃないですけど、なんかこうちょっとずつ自分の気持ちを伝えてみるっていうところが、あ、できるようになってきたのかなっていうふうに最近感じてます、うん、作品が一つのきっかけになっているということでございます。はい、中央のおしやるさんにお願いします。しばらくいただきます。はい、舞台から見て左に目線いただいていきます。お声掛け続けてください。1列目2列目一緒に行きます。
お声掛け続けてください。よろしいですか。はい、はい、そこじゃあいただきます。その後舞台から見て、それでは今度、目線右端でお願いします。お声掛け続けてください。よろしいですか。よろしいですか。皆さん手振っていただけるとありがたいです。ありがとうございます。しばらくいただきます。もう少しください。すいません、ありがとうございます。ムビさんよろしいですか。よろしいですか。もうちょっと、もうちょっと、はい、わかりました。もう少しください。すいません、もう少し頑張ってください。はい、大丈夫ですかね。 OK でします。 OK です。はい、ありがとうございました。はい、皆さんご協力ありがとうございました。以上をもちまして舞台挨拶は終了です。キャスト、監督の皆さんがご退場されます。盛大な拍手でお送りください。ありがとうございました。